ただいま。おかえり、遅い。ただいま。おかえり。何ですか？もう呼び出してすいません。はい。私、あなたに返さなきゃいけないものがあると思うんですけど。そうだね。何ですかね。借金ですね。はい。いくらですか？文房具、筆箱か、筆箱のセット、プリキュアの。そう。あれが、800円借金で、で、この前水筒買ったので700円だね。で、1500円借金で、1500円の借金でございます。バイト代入りました。あ、そうですか。ご苦労様です。ご苦労様。500円がない。たった500円ある？ない。100円玉が2枚しかない。ノグティタン、ノグティタン。じゃあ300円借金する？ここで借金、借金とか言っちゃった。借金ってなんだよ。借金、はい、お釣り。あ、お釣りある？お釣り、千円札が。ありがとう。はい、お願いします。さよなら。銀行で出した、今日銀行で出した千円。はい、はい、確かに返し、何？はい、確かに返してもらいましたよ。はい、お釣りね。はい、これを簿記の仕分けで言ってください。どうやって？あ、まだ習ってねえか。勉強までね。言葉は、これなんだっけ、簿記で言うところの、借入金。そう、借入金を何で返した？現金。そうです、うん、借入金を現金にて返却した。はい、はい、これが簿記の仕分けです。はい、守りチャンネル、ついに簿記がYouTube 撮ってたら、そうですよ、これは何ですか、ね、とか言われそう、怖え。はい、で、滞納しちゃったから、うん、ちょっとお詫びということで迷惑料、うん、なんか出てくれたの？なんちゃら焼きタルト、口どけショコラ。玉焼きが言わないからダメだね。買ってきたので、はい、自腹なんで、はい、切ってきてください。これはじゃあ折り足ってことでいいのかな？利息ですね。折り足ってことでいいのね、はい、じゃあそれじゃあ簿記で言うところは何？利息？そう、何利息？なんちゃら利息だよね。そう、なん、払、ん？支払い利息な。あ、支支払いなのどう考える？支払いだ。支払い利息を経費にて返却した。そう、うん、支払った、うん、はい。まあ、でもいいお値段するよ、300いくらぐらいするするよな。ね、これ見て可愛いでしょ。あ、イチゴのチョコのやつだ、うん、クレーンゲームで撮ってるから。これあのシールのやつで、シール絶対入ってるよね。やったー、はい、来ましたよ。じゃあ、折り足いただきます。はい、にゃにゃください。コーヒーじゃない？あ、俺水でいいな。いただきます。いただきます。うん、うまい。うまい？気が利くじゃないか。うん、うまっ。ね、バイト代いくらぐらい稼いだの今回は？2万いくら。やるやん。うん、ただ、うん、締め日があるから、うん、もっと働いてるんだけど、3日しか働けない。なるほど、なるほど。けど、趣味の分があるわけね。3日で2万はすごくないかと思っちゃった。1日いっぱい働けばそうや、うん。マックス入った時があったから。ああ、8時間？うん。まあ、8時間だけど、30分休憩で7時間半にはなっちゃうけど、うん、それがでかいね。今回のお給料は何か買うんですか？もう買いました。何買ったんですか？あ、この動画見てください。はい、これが先だよね、多分ね。そうだよ。これでも、紹介したんですけども、はい、プリキュアの変身セット、うん、てかローファーを買いました。うん、ただローファーはママが学校で使うものだから。学校で使うものだから親が出すよ。うん、いや、ほら、自分で買ってくるっていうからね、先にね、うん、ちょっと払っといてって言ったんでね、うん、後で渡すよ。うん、もうね、じゃあそれ簿記で言ってくれる？まだ選択をしないとわかんない、ね、うん、ちょっとこの動画もうやだやだ、もう終わりにしたい。金絡むと日常生活は全部簿記になるから。しかもさ、これがさ、パパだけとかママだけが持ってるとかないけど、両方持ってくんね。そうなんだよね。まあ、消耗品と現金じゃないですか。うん、ちなみに、うん、ちなみになんですけど、うん、テストいつからですか？明日。ずいぶんのんびりしてんじゃねえかよ。でも今日勉強してたんでしょ。うん、
明日は30分ぐらいちゃんとしましたよ。明日は英語と国語、うん、英語捨ててんじゃねえぞお前バレちゃった捨てるもんなんか一個もないんだぞお前。うん、変なんだけど、うん、まあいいよ。マジで英語の単語が分かんなくて、うん、覚えようって頑張っても無理なの記憶の方がちょっと、それよりもそのできそうな、うん、今回できそうな国語を今頑張ってるめっちゃ、うん、なんかみんなとさ、その私たち2年生から3個コースが分かれる、うん、選択でな、うん、で私が情報のやつに行ったの、うん、他はなんか進学コース、進学コースとか、うん、あ何なんだろう、なんかその専門みたいな、何そう、医療系とか保育とかそういうのがなんかまあいろいろあるのよ、うん、まあ、その中でも理数系とか文系とか分かれてんだって、うんうんうん、だからやる教科が違うの初めて、みんな周りとめっちゃ違うな、そう、うんうん、多分明日はみんな一緒なんだよね、うん、で明後日がちょっとがっつり変わって科学だけでみんなが2時間とかあんの、どうすんだろうと思って、私たち帰らせられるのかなと思って、でも私うるさく、いや確認しとこうぜね、思った、明日確認するけど、うん、けどうるさくはできないじゃん、学活しても絶対うるさくするじゃん、うん、テスト前だから、あ、どうだろう、テスト前だから勉強してみたらしてるって、してるって、してるって、うん、で、ね、その次が、うん、歴史、俺が仮に受けてやろうか、歴史それはいいと思う、うん、受けて、簿記と歴史、俺が仮に受けてやろうか、うん、あと簿記、簿記受けたい、だから最終日が簿記だけ、簿記さ、うん、テスト終わった後さ、問題用紙持って帰ってくるから二人解いてよ、絶対いい点数取れるからまずやってるし、今現役でママ、この前のあのな、プリントみたいなもんだろ、うん、多分そのままだと思う、じゃあもうほとんど受かっちゃうじゃん、現役でやってる人が超級だけど、でもそうじゃん、まあね、めっちゃ現役でやってんじゃん、うん、パソコンだけどね、ママはね、うん、そうよ、なかなか手書きでやってる人いないか、もういや、もういないね、手書きでやってる人、もうほんと昔ながらの、ほんとにおじいちゃんおばあちゃんでまだ ご商売されてる方、うん、パソコンで教えてよ、いやいやいや、だからそのお前らがやってる基礎が分かんないとパソコン操作できない、パソコンも分かんないんでなるほど、ただパソコンは書かなくていいだけよ、そう、書かなくていいってだけ、あと勝手に計算してくれるってだけ、あとだからお前らがやってるその仕分けはリアルで覚えないと、なるほどね、そう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 、あおりチャンネルの視聴者さんで簿記の資格持ってる人コメントで教えてください結構いるんじゃない、うん、意外とね、うん、大人の方多いんじゃないかな、うん、あの高1の時にワープロ検定取ってるんだけど、うん、今なんかワープロ検定のお勉強っていうか情報でやってるんだけど、練習みたいな、うんうん、でその周りの子は別にそれはもう受けなくても受けてもどっちでもいいですよってやつ、うん、で受けたやつだから、うん、受けてない人の方が多いのね、うん、まずやり方を一つ一つ教えてくれたけど、私たちは準2級のためにその別のところに移動してこうやってやってる、ずっと、どう準2級、準2級まあその打つのはいけるんだけど、うん、10分間で何文字打たなきゃいけないっていうのがあるんで、その前に400文字以上打たなきゃいけないのね、私360何とかなんだよ、うん、ほんとちょっとだよ、それなんだよ、うん、うん、それを頑張るしかない、俺も受けてえな、受ければいいんじゃない、いや、受かるでしょ、絶対受かるに決まってんじゃんどんだけ早いの、舐めた、もううざ、いや、つうかさ、なんで俺高校の時に3級受けて順に受けてねえんだろ、3級受ければさ、卒業できる、まあそうそう、一応ね、あの、進学できますよっていう、あれだって、進級できますよっていう、順にの話なんか全然、だから全部3級だよ、俺、全部3級やればいいじゃん、俺もいい学校受けに、あ、学校はちょっとあれだけどえ、いいじゃん別に、いや自分で受けに行ってよ、ケチケチすんなよいいだろ一人ぐらいプラスしたって、分かった分かった分かった、うちの親父もね、あの順に受けたいっつってんだけどっつって、いいかしらっつって、やだよ隣でさ、あおちゃんっつって、ちっちゃい椅子にこうやってやってんの、やだよ、あおちゃんどうだい、ようやく行ったかいって声かけていい、うざマジでうざ、まあてな感じで、はい、勉強も頑張ってるよって話した、うん、借金申し訳ないしね本当だよ、本当お前借入金ばっか起こしやがってまあということで、なんか何の動画かはよくわからないけど、いや借金の動画、借金返済っていう動画だよね、返済いたしましたので、はい、これにて終了となります、はい、甘いもの食べて美味しかったしね、はい、じゃあ今後は気をつけます、はい、それじゃあまたね、バイバーイ、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおり
ムズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。